今月のフレッシュマンは阿蘇市黒川にありますカドリードミニオンにお勤めの女性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずお名前と年齢を教えてください。松下里奈です。22歳です。松下さんお住まいはどちらですか？はい、宮地に住んでます。はい、じゃあ阿蘇生まれ？はい、阿蘇生まれですね。ずっと阿蘇に住んでます。そうですか。はい、松下さんはこちらにお勤めになってもうどれぐらいが経つんですか？もう3年目になります。普段はどんなお仕事をされてるんでしょうか？窓口の方にいてチケットの販売などを行っております。お仕事の中で、お客様と触れ合う機会も多い場所だと思うんですが、仕事のやりがいとか、なんか楽しいことってどんなことでしょう？お客様が楽しかったって言われる時が一番仕事にやりがいを感じます。そんな笑顔あふれるねこのカドリードミニオンなんですが、おすすめの、動物とかどんなとこですか？松下さんのおすすめは？やっぱりパン君の娘のプリンちゃんがいるんですけれども、そちらが、はい、今一番おすすめですね。そうですか。はい、じゃあちょっとプライベートなこともお伺いしますが、今22ですね。はい、まだ結婚願望とかはそこまで？ないですね。はい、まあでも阿蘇市でデートをするならおすすめはやっぱりカドリードミニオンです。はい、恋人と来ても楽しめますか？なんか家族、子供が喜ぶイメージがあるんですけども、カップルで来ても？そうですね、もういろんな動物さんたちとの触れ合い等がありますので、もうカップルさんにも楽しめますね。じゃあね、プライベートでもね、来るんですか？プライベートでも、そうですね。ね、わかりました。ちょっとね、あまり深いことは聞かないことにしておきますが、では最後にあちらのカメラに向かってお勤めのカドリードミニオンの PR をお願いします。はい、今年の春にですね、園内の施設の一部がリニューアルいたします。新しくなったカドリードミニオンに皆さんぜひ遊びに来てください。じゃあ最後は、今年は鳥年ですので、ベニコンゴインコの上ちゃんと一緒にさよならします。いきます。風がいきますよ。じゃあせーの、フレッシュマン、さよなら。